こんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、今日は何のお話なの？植民軌道で起きた列車事故について話すんだぜ。植民軌道？それも含めて話すから聞いてほしいんだぜ。わかったわ。それじゃ詳しくお願いするね。今回の解説では、一部の人にショッキングな表現や不快に感じる内容があるかもしれない。また、誤解している点もあるかもしれない。それらを了解した人のみ視聴をお願いしたいぜ。それじゃあ、ゆっくり見ていってね。それじゃ、まず植民軌道についてだが、これは北海道のみに設置されたものなんだ。明治以降、北海道には日本全国から開拓民がやってきて、それぞれの入植地で開拓を行っていた。しかし特に道北や道東では、泥炭地や泥泥で通行困難な地帯が多かった。この地帯に道路を建設することも難しく、ましてや多大な費用を要する、鉄道の建設も難しかった。だから開拓民たちが、せっかく収穫した農作物の輸送も難しかったんだ。これを改善するため北海道や内務省の予算で、馬力や人力による簡易な軌道を敷設し、開拓民たちに自由に使用させようとしたのが、植民軌道と呼ばれるものなんだぜ。普通の鉄道と何が違うの？北海道開発の拓殖計画に基づいて建設されたもので、一般の鉄道に適用される地方鉄道法や、軌道法に、準拠することなく法的根拠が曖昧だったんだ。馬力や人力の時代には運行ダイヤもなく、当時は信号や衝突防止の閉塞装置もなかったほどだ。まあ、よく言えば自由、悪く言えば何でもありなんだぜ。そんな状態で、対向列車が来たらどうするの？まあ、馬か人だからまずスピードが出ていない。だから荷物の軽い方が、軌道を外れて譲り合ったそうだぜ。のんびりしてるわね。だな。植民軌道の説明が終わったところで事故の話をしていくぜ。事故が起きたのは1933年、昭和8年10月19日、植民軌道根室線、アット古風連停車場間の出来事なんだ。植民軌道根室線は、北海道第一期拓殖計画により、1925年、大正14年5月アット古中標津間が開業。2年後、二期拓殖計画で中標津標津間が開業した。期間762ミリ、全長 81.67 キロの路線だったんだ。アットコってどこ？釧路から根室に行く途中、別海や標津方面に向かう、分岐点にある場所なんだぜ。現在の地図に先ほどのルートを表示すると、アットコ、西別、これは現在の別海になる、そして中標津、終点の標津になるぜ。なるほど。この路線では、開業からしばらくは馬力運行を行っていたが、輸送量の増大に伴い、根線原野の重要な交通機関となったため、1929年、昭和4年8月からは北海道庁直営として、ガソリン機関車での運行が開始となったんだぜ。これで輸送量の増加とスピードアップが図られるわね。だな。さて事故当日の朝、中標津で出発準備をしている列車があった。この列車はアット湖に向かう一番列車で、編成は、機関車を先頭に煙爆など穀物を満載した貨車が3両続き、客車、貨車2両、手荷物車の順番の8両編成と思われるぜ。思われるって？貨車、客車、手荷物車という証言もあるんだが、事故時の状況を伝える新聞から全車が正しいと思うぜ。なるほどね。もう一つ聞きたいんだけど、煙爆って何？別名オート麦とも言われて、食用のオートミールの原料なんだぜ。食べたことないけど見たことはあるかな。この時代は、農耕馬や軍馬の餌として利用されていた。この路線も煙爆の運送のために輸送量の増加が図られていたんだぜ。だからガソリン機関車化されたのね。その通りだぜ。さて、煙爆やお客さんを乗せた上り一番列車は、予定通り中標津を7時に出発した。列車は根線原野を何事もなく進んでいった。アット湖まで残り7キロほどのところにある、風連停車場を10時少し前に通過。この停車場の先500メートルのところには、風連川が流れていて、そこには長さ約36メートルの木橋がかかっていたんだ。木橋？ああ、木製の吊り橋なんだ。さて、機関車に牽引された列車は橋を渡り始めた。何事もなく列車は橋を進み、機関車が対岸に渡り終えた瞬間、と、ここまで話してきたけど、この橋の場所についてなんだが、架橋位置がはっきりとしていないんだ。今の航空写真では、植民軌道の路線跡を見つけることができなかった。
だから、当時の新聞記事の少ない情報から探すしかないんだ。どんな情報があるの？アットコから6キロ、風蓮停車場から500メートル、風蓮川にかかっている木製の吊り橋、橋の長さ約36メートル、情報はこれだけなんだ。この中でアットコ駅の場所はわかっているが、風蓮停車場の位置はわかっていない。探すの難しそうね。少し前に話したように、現在の航空写真には、アットコ付近の航空写真で、植民軌道の痕跡は見当たらない。そこで1948年の航空写真を見ると、当時の軌道が確認できた。そこでアットコから軌道を追って航空写真を探していると、該当するような橋を見つけたんだぜ。どこ？ここだぜ。この橋の位置は、軌道上の距離だと7キロ近くありそうだが、直線距離で見ると約6キロだ。そして赤丸の場所が風蓮停車場だとすると、約500メートルの位置なので辻褄が合いそうなんだぜ。橋の長さも36メートルくらいありそうなんだぜ。アットコ駅を出た軌道は、ほぼ北に向かうのに対し、風蓮川は東西に流れているため、本流にかかる橋はここしかないと思う。アットコ駅からここまでも橋はあるが、長さが短いのと、名前を見る限り風蓮川の支流のようだ。これらをまとめると、航空写真のこの橋が今回事故の起きた場所だと思うんだぜ。それで今の地図のどこに当たるの？過去の航空写真の赤で囲んだ特徴的な部分を、現在の航空写真で場所を探すと、ここじゃないかと思うんだ。川の形はほとんど同じね。だから事故が起きた目標は、ここか隣接地にあったと考えるぜ。ほんとかしら？多分、合ってると思う。だといいわね。さて話を戻すぜ。はいはい。機関車に牽引されて目標を列車が渡っていたが、突然、橋が真ん中から崩落してしまったんだぜ。先頭の機関車は橋を渡りきり、5メートルほどの位置にいたが、後続の列車が崩落に巻き込まれた。機関車に続く3両の貨車は、40度ほどの角度で川に垂れ下がり、4両目の客車と5両目の貨車は川中に沈み、6両目以降はわずかに残った、崩れかかった橋上に脱線していたんだ。客車の人たちは大丈夫なの？5メートルの高さから川に転落した客車には、12名の乗客が乗っていた。橋の崩落に巻き込まれた乗客のほとんどは、落下した時に偶然屋根に開いた裂け目から這い出すことができた。しかし、残念だが1名が即死してしまった。また、重傷者1名、軽傷者数名と報じられていた。亡くなられた方かわいそう。痛ましいことだな。ところで橋の崩落原因は何なの？当初の報道では、前日来の降雨増水により、橋桁がぐらつき、列車の重量に耐えきれず倒壊したとされていた。なんか聞いたことがある原因ね。ところが全くの誤報だったぜ。は。そもそもこの橋は橋桁がない吊り橋だったんだ。それじゃ、本当の原因は？まあ、そりゃそうだという原因なんだが。何？この橋は、1924年、大正13年植民軌道開業のために建設されたんだ。動画の初めでも話していた通り、この橋は主に馬力による輸送が想定されていたんだ。ほうほう、つまり橋もそれに合わせて作られていたんだぜ。しかし輸送量の増加のため機関車を導入、牽引する貨車の重量も増加していた。それなのに改装や補強工事もされずにいたから、運行するたびに、想定以上の重量が橋にかかっていた。そして目標の腐食も影響して、ついに列車重量に耐えられず落橋してしまったんだ。いつ事故が起きてもおかしくない状態で運行してたのね。でも誰か気がつかなかったのかな？機関車導入の時点で気がつきそうだが、そのあたりの情報はないな。ただ個人的には、当初は気にしながら控えめに煙幕を輸送していたのが、軍によるさらなる輸送量の増加に対する強い要請があり、植民軌道側も、これまで大丈夫だったから一度に運ぶ量を少し増やしても問題ないだろう。との考えが合わさって、貨車が増やされていったのではと考えてるぜ。それで橋が耐えられなくなったと。だと思う。この時は軍用煙幕輸送の再繁忙期にあたり、輸送に大支障をきたす、という理由で植民軌道にもかかわらず、当日中に道庁から技官が派遣され、20日には仮橋による復旧を開始し、1週間以内の運行開始を目指すと報じられているほど、道庁も早急な対応を行っている。ここからも物資輸送に対し、軍部の意向が強く反映されていると思うんだぜ。多少無理はしても、輸送計画を守らなきゃならないとかかな？まあ、そんなところだろう。
さて、それ以降の橋の状況については、何の情報もない。しかし本復旧後の橋と思われる写真を見つけた。本当なの？この写真の記事を見てほしいんだが、この写真は1942年、昭和17年の写真で、記事には風蓮川の軌道目標都市、先代の橋は吊り橋だったと記載されている。以前は吊り橋だったことや、橋の規模から見ても、落ちた橋の代わりに建設されたものだと思うぜ。結構頑丈そうな構造しているわね。ああ、これなら列車が通っても安全そうだ。さて、事故後の植民軌道根室線だが、事故の年の12月に、後の国鉄士別線アットコから西別間が開業となったため、植民軌道根室線の風蓮から中士別間が廃止となり、わずか 7.1 キロの風蓮線という名の路線となり、再び馬力運送となったんだぜ。せっかく作った頑丈な橋も、宝の持ち腐れになっちゃったね。5年後の1938年風蓮から上風蓮まで延長。1963年、新たに士別線の奥行き臼駅から上風蓮への別ルートができたため、アットコから風蓮、上風蓮間が廃止となってしまったんだぜ。だから事故が起きた場所と説明した橋は、厳密に言えば風蓮線時代の橋なんだぜ。最後に事故があった場所は、現在牧場の敷地に囲まれているようなので、家畜の伝染病予防のためにも無断で入らないようにお願いするんだぜ。お願いいたします。さて、今回の話はこれで終わりなんだぜ。根室線という名称では、わずか8年間しか運行されなかった。短命な路線での話だったな。少し考えれば危ないな、と思いそうな事故だったわね。そう思っていれば大半の事故は起きないんじゃないかな。確かに。それじゃ、そろそろ締めようか。はいはい。それじゃ、今回もご視聴ありがとうございました。なんだぜー。